はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあこのチャンネル今日最後の動画お話は、なんかこの小室眞子さんが、去年だったかな、なんかニューヨークでね、ニューヨークに行った後の話でね、このケネディ前駐日大使が住んでるマンションに、まあなんか当時3時間とか言われてたっけ、なんかこう滞在した。でもこのケネディさんとね、会っていたかどうかは定かじゃなかった。なんかそんな話があったの多分覚えてる方いらっしゃると思うんですけども、まあその話がなんか今頃またなんかこう蒸し返されていると。蒸し返してるって言うとちょっとおかしいですけども。で、しかもそれがなんかどうやら、なんだろうな、このケネディ駐日大使、前駐日大使のこの息子さんっていう方がいて、このジャック・シュロスバーグさんっていう、確かなんか向こうで俳優デビューした方でしたっけ？うん。と、なんかこの佳子さま、妹の、この眞子さんのこの妹のこの佳子さまのこの結婚、まあお見合いしたとかしてないとかっていう話、しかもこの話自体もね、別に最近の話じゃないんですよね。2015年とかの話、これをなんか今更この絡めて、結局何が言いたいのか。だからニューヨークでのこの2人のね、ニューヨーク、このディガー夫妻のこのニューヨークでの生活の貢献人が、実はこのね、ケネディ前駐日大使、要はこの一族、一家ですよね。うん。が、って言ってるんですよ。だからこの、ただ小室夫妻、あとこのキャロラインさんたちが、ウィンウィンだみたいな、なんかよくわかんない話をしてるんですよ。いや、いいんですけど、まあこのね、ディガーさんのね、ゴールドディガーさんの試験がね、近いっていう、それはなんか違うね、この、久人さんの受験の話でなんかこう、ごまかしてみたりとか、なんかよくわかんない、佳子さまのね、過去のお見合い話、ね、本当にお見合いしたのかどうかもわかんないですよ。当時、もう7年前か、2010、7年前ってことは、今、佳子さまが今20歳でしょ？で、その当時に、お見合いされたのではないかなってことは、20歳の頃ってことか、あ、まあ、絶対ないとは言えないか。まあなんかそんな話を今更出してきたりなんかしてね、佳子さまご結婚かみたいな、あの一族とね、一族の御曹司とご結婚みたいな、なんかそんなのを匂わせつつ、なんかどうしてもこのディガーさんのゴールドディガーさんのね、このニューヨーク司法試験第2ラウンドに注目してほしくないのか、欲しくないのか、うん、ってことはもう完全にやらかすねこれね。最初から受けないぞ。やらかすね、これね。うん。ここまでなんか、ここまで念には念を入れてごまかしにかかるって、なんかそういう風に疑うよね。うん。まあちょっとこの総数記事自体がかなりボリュームがあるんで、もうなんか前半3分の2ぐらいはどうでもいい話なんで、この佳子さまお見合いの件、まあちょっと気になる人ももしかしたらね、いると思いますし、あとこのニューヨークでのこの貢献人みたいな、うん。まあ勝手に言ってるだけなんですけども、結局は。この佳子さまとお見合いの件というのは、さっき言ったこのね、このケネディ前駐日大使のこの息子さんであるジャック・シュロスバーグ氏っていう方が、まあなんか親日家としても知られてる人らしくて、大学では日本史、日本の歴史を専攻し、楽天とかサントリーでの勤務経験もある人なんだって。へー。で、なんか2015年夏ぐらいかな。まあ女性誌に。まあこのシュロスバーグさんと、秋篠宮家次女佳子様がお見合いしたんじゃないのか、みたいな。あれ佳子様って今おいくつでしたっけ？ん？当時27歳みたいに書かれてるけど、当時は27歳じゃないよね。あれ？だって7年前でしょ？ 7 年前27歳だったら今32歳でお姉さんより上になっちゃうからおかしいよね。今この間27歳になったんじゃなかったっけ？うん、まあいいんだ。で、しかしながらこの報道は、仮にお見合いが事実だとしても、あ、自信ないんだ。結婚の可能性は低いんじゃないでしょうか。と、当時指摘してたのか、今そう言ってるだけなのか。ちょっとなんかうさんくさい話ですよね。うん。まあ、もしかしたらお見合いしてたかもしれないみたいな。で、そんな話を今頃引っ張り出してきてると。それはなんか知らない人はね、え？みたいな、そんな感じでね、そっちに意識持ってかれる人が何割かはいるかもしれないよね。うん。で、あとこの貢献人。ディガー夫妻の貢献人になって、なんでウィンウィンなのかさっぱりわかんないけどね。あれか、秋篠宮経由ね、なんかこう、また積んじゃうの？お金に不自由はしてないんじゃないか？相手側は。うん、まあわかんないですけど。
これほど理想的なウィンウィンの関係というのはなかなか他に思い浮かびません。ケネディ家は文化事業の講演にも力を入れ、キャロラインさんはメトロポリタン美術館で働いた経験もある。あ、ここでちょっとつながりはしないか勝手に言ってただけだもんね。 今となっちゃうね。美術館で働きたいマコさんにとって格好の相談相手でしょう。あれ、働きたいっていう希望願望、なんかもうそういう話決まってるって話じゃなかったっけ去年は。おんや、またなんか話がおかしくなってんなどうした、なんか嘘つきすぎて分かんなくなっちゃうパターンか。どっかの誰かとよく似てんねで、おまけに彼女は弁護士でもありますとね。小室圭さん小室さんにとっても同じ関係が成り立つのは言うまでもありません。だってもう完全にウィンウィンじゃなくてただのおんぶに抱っこじゃんこれこんな話が本当にあったとしてもキャロラインさんしんどいだろうねこんなディガー夫妻に絡まれちゃってさ、もし本当だったらですけども。で、要するに、何が要するになのかわかんないですけど、ディガー夫妻にとって、キャロラインさんはニューヨークで暮らす上での後見人としてうってつけなのだと。だからそこで聞きたいのは、じゃあ、キャロラインさん側、ね、ケネディ一家、ケネディファミリーにとってのメリットは何だよ。で、もし仮に、小室圭さんが弁護士の道を諦めたとしても、あ、まあ、諦めちゃったんだ。キャロラインさんなら他の就職先を紹介することができます。だって。いや、そんなのは別に秋篠宮、就職斡旋で全然十分じゃんね。うん。で、アメリカは実のところかなりのコネ社会です。かなりっていうかもう、ほぼほぼ 100% でしょ。で、有力者の推薦があれば、要職につけることは少なくありません。まあ、これは全世界、どこでもある話だよな。キャロラインさんの口コミ、キャロラインさんの口利きなら、例えば国連で働くことも可能でしょうって、もう国連でね、秋篠宮就職斡旋、職業斡旋でもそんなのはさ、だってね、うん、上皇后陛下のなんかお力を借りればさ、っていう、あ、それをやっちゃうとあまりにわかりやすすぎて、またこのね、うん、他の宮家、他の皇族の方々も巻き込んでのこのね、もう大バッシングになっちゃうから、このキャロラインさんをなんか玉よけに使うつもりか、失礼な話だな。で、まあなんかね、この口利きで、ね、国連の方から聞きました的なこの職業斡旋、っていう玉よけを使うつもりらしいね。はぁ。キャロラインさんからすれば、小室夫妻の面倒を見ることは駐日大使として世話になった日本への恩返しにもなる。それだけいや、なんか随分失礼なことだよね。それね。本当だとしてね。うん。それだけ恩返しなんだからお前やれよって、日本の皇室と太いパイプを持つことにどのようなメリットがあるのか、冷静な計算も働かせてると思いますと。なんか気は、感じ悪いですよね、これね。アクション宮家の長女と信仰を持つプラス要素は誇り知れません。率直に言って、お互いにとってこれほど利益となる関係を眞子さんが一人で構築できたとは思えません。もともと面識があったにせよ、外務省や現地の日本人有力者の手助けなどがあったのではないでしょうか。だってキャロラインさんにメリットありますこれなんかこれが本当だったら、なんかやっべ、なんか面倒ねえのになんか見つかっちゃったみたいなデメリットの方があるかに大きそうなんだけどな。うん、まあこれはわかんないですね。わかんないですけども、とりあえず我々日本国民はね、2月の試験楽しみにしてますよ。いや、忘れてないですからね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。